平面バッフルはスピーカーの位置形式である。本校では便宜上、平面バッフルを元に板の四隅を折り曲げた格好にして、後面のみが開いた箱状にする後面開放型についても記述する。ユニットを単なる一枚板に取り付けている。スピーカーユニットで音を再生するときは、その前面と後面に同じ周波数で逆小の音波を放出する。 そのため前後の音波が干渉しあって、互いに打ち消し合うことになる。この効果は特に周波数が低い音波、すなわち低音において著しい。周波数の高い音波は指向性が強く前面。後面に放出された音波はほぼ前と後ろに直進し、干渉することがないのだが、周波数の低い音波は指向性が小さく、進行方向と逆方向に簡単に解説して、 干渉する。そのため、スピーカーユニットを単独で鳴らすだけでは、まともな音の再生は困難であり、何らかの工夫が必要である。平面バッフル型は、ユニットを板に取り付けることによって、後面に放出された低音が、前面に解説するのを遮るという方式である。単なる板に取り付けたものであるので、ユニットの動作を抑えることなく、伸び伸びとなるのが長所である。 その一方、より低い帯域の後面の低音は解説して、前面の音と打ち消し合うので、低音再生能力は他の方式に比べて劣る。低音再生能力はバッフルの面積に由来する。あまりに面積を大きくすると扱いにくくになるので、単なる板ではなく、四隅を折り曲げた、つまり、背面だけがない箱状にすることもある。これは、後面開放型と呼ばれており、 別名として、ダイポール型とも呼ばれている。また、ユニットの動作を抑えることなく、伸び伸びとなるという長所は、磁気回路が強力なスピーカーユニットでは、火星道となって現れる。そのためあまり強力ではない磁気回路を持ち、振動板重量が軽いスピーカーユニット向きとされる。そうした、振動板重量が軽いスピーカーユニットは、アンプの出力があまり大きくない場合に、 必要な音量を確保するために用いられる。そのため、真空管アンプが中心で、アンプの出力があまり大きくない時代によく用いられた。古い真空管ラジオ、あるいはアンプすら持たない原始的なラジオに組み込まれた、スピーカーやアンサンブル型ステレオ、ラジオカセットレコーダーなどに採用例が多く、そのため古いラジオやラジカセ、一部機種を除く、 CD ラジカセの多くは密閉された箱ではなく、後面が空いているか、または背面パネルに数多くの通風口が入っているため、内部構造が露出している。現在においてもこうした音を好むオーディオマニアが自作する場合がある。密閉型やバスレーフ型との比較では、スピーカーユニットの振動板重量が小さいことと、キャビネットがユニットの動作を抑えることがないため、 微小な信号の再生能力に優れるというのが長所として挙げられる。同じ長所を持つバックロード保音型との比較では単純な構造と吸音材の使用に制約がないため音質に色付け感がないのが長所とされる。構造が簡単なので自作は非常に容易であり、そうしたマニア向けにスピーカーユニットも数多く市販されており入手しやすい。 オーディオ評論家の江川三郎によるものが特に知られる。ありがとうございます。